T-35 ピランスペイン空軍の t 3 5エエ l t 3 5ピランは、チリのエナエルによって生産されたレシプロ練習機。ピランとは、悪魔の意。チリ空軍が運用していた T-41 及び T-34 の後継として、パイパーエアクラフトに開発を依頼した練習機であり、同社の軽飛行機でエナエルがライセンス生産も行っていた。 PA-28 チェロキーシリーズをベースに、タンデム複雑化したものである。胴体は拡大モデルである、PA-32R サラトガのものをベースに、しており、極技飛行ができるように構造を強化した、チェロキーアローの主翼を組み合わせている。試作型 PA-28R-300 の1号機 XBT は1981年、初めに初飛行し、 二号機ットも同年後半に初飛行した。その後、エナイルでの製造が始まり、翌年7月から T-35 の名称で、チリ空軍への配備が開始された。当初はパイパーが供給したキットによって製造されていたが、次第に国産化率が高められていった。中南米諸国を中心に輸出もされ、スペイン空軍でも E26 タミズの名称で採用され、 カーサが機体の組み立てを行った。後にエンジンをターボプロップ化したモデルも試作されたが、量産には至らなかった。ありがとうございます。